はい、こんにちは。こんにちは。またね、今週台風来てるの知ってる？はい。知ってる。週末に向けて、今週、待って、今週というか、今日まあ日曜日なんですけど、まあ今週でな。これ台風来るともうなんか、ね、平日嫌じゃない？学校どうなの？台風休みあんの？ないです。ないの？いや、ないっすね。ない。ないです。あ、みんな同じ学校か。はい。ちょっとないよな。いや、でも電車止まってするとややこしくない？その場合はなくなるっす。あ、まあ、電車止まってるさ。台風で何来たら嫌なことって何？窓ガラス割れたりして。割れんの？はい。去年の。え、マジで？あ、これすごかったんだよね。はい、あれやばくなかった？なんか看板とかすげえひん曲がってたよ。だって、あれ何？と、あ、なんだっけ？時計じゃなくて、信号もなんか止まってなかった。くるくるくるって。マジで？信号。え、あれ味わった？いや、僕味わってないっす。京都はあんまりいなかった。あ、京都だね。はい。あ、そっか。どう？なんか今ここシーズンでだんだん中盤になってきたけど調子の方はどう？そこ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 もうぼちぼち絶好調です。あ、本当に大丈夫？大丈夫。不安しかないけど、はい、そんな感じで今日はね、あのインサイドリリースわかるよねとアウトサイドリリースなんだけど、はい、これインサイドリリースってパワーのインサイドリリースとはちょっと違って速いプレーのインサイドリリースをまず説明していこうと思うのと、あとアウトサイドリリースあるね、うん、あれの説明もしていくので、ちょっとこの2つ、パワーのインサイドリリースとかとはちょっとカウンターとかは違うので、ちょっと間違えないようにしてください。はい、じゃあやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしたら今度インサイドリリースってガードでしょ。はい。じゃあさ、例えば3テクついてどっちガードだ？右ガード。じゃあ右ガードでちょっと後ろ回ってもらっていいかな。で、これで3テクがいて、例えばね、右のトラップとかいうときに、このインサイドリリース行くじゃん。そのときなんか注意、どの辺に行ってる？注意点。あんまり意識したことがないので。意識しなかった時計って。ただ単にこっち内側行ってだけ？はい。じゃあちょっと一回やってみて。行こう、レディー、ゴー。右ガードっつったよね。右ガードっつったらなんかいきなりこっちでしょ。大丈夫？大丈夫。不安です。はい、こう行きます。レディーゴー。じゃあさ、基本これでさ、いける？いけない時も多くない？いける？やったことあるか？やっぱ肩を押さないと。うん、そうそうそう、そこなんだよね。で、例えばさ、今彼がやったみたいに三ペクにて、例えばこう行ったら押されるケースが多いじゃん。で、こうよたってしまうっていうのは結構多いので、この時ね、ほんと簡単な注意点なんだけど、ここでちょっと近づきながら説明聞いてね。これでしっかりステップを出す。で、ショルダーを曲げる。この角度でこう曲げてこっち来ます。これね、結構大事だわ。このショルダーを曲げて入る。はい、こう。レディー、ゴー。そうそうそう、なんか、ちょっとね、あんまり、うまい。ちょっと、音が低い。ちょっとやってみて。ちょっと。はい、行きまーす。レディー、ゴー。おー、いいじゃん。じゃあ、ちょっとここで、徳田くんもちょっとやってみてもらっていいですか。今の説明を受けて。はい。じゃあ、ちょっと軽くチェックしてあげて。はい。うん。そうそうそう、こっち内行くから。はい、行きまーす。レディーゴップ。ああ、なんかね、そのリップ、俺の見本、リップになってた？ちょっと。いや、なってないです。うん、そうそうそう。ちょっともう一回、ちょっとね、やってみるんで。こっからね、それで、みんなやってるのはなんか、こう入ってるんだけど、どちらかというと、体に肩を落として、こっち側に抜けるイメージ。で、また戻す。ちょっと、これなんだ。はい、こう、いきまーす。ゴッ。そう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 。で、大概これ打つときっていうのは、もうちょっとこっちのラインバッカーでね。はい、ここのラインバッカー。はい、こう。チェックしてあげてね。いきまーす。レディー、ゴッ。そう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 。まあ、イメージそれだな。はい、でもうちょっとシェードついてあげて。あの、大高木君が、はい、もうちょっと被り気味で。はい。はい。はい、で、チェックしてあげて。いきまーす。レディーゴッ。そう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 。その時にこの着地した時ね、着地した時に一番いけないのはこういって、こういったらさ、
回足がよたつくじゃん。よたってんだよね、はい、だから必ずこう入ったら今度この裏に入る。わかる？このラインバッターにちょっとやってみよう。はい、はい、いきまーす。レディーゴー。そう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 、コース悪いよね。コース悪くない？ちょっとじゃあちょっと徳田くんちょっとやってみてください。なんか中橋くんコース悪いな。はい、こうで、まっすぐ行けばいいか、そっちね、ラインバッカーの方に行けばいいか。はい、こう、はい、行きまーす。レディーゴー。そう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 、オッケー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 。今みたいな感じ、わかる？なんかちょっとわかるイメージ。わかります。この肩のショルダーを傾ける。はい、みんな傾けてみて。確かに。そう、傾けて相手の逆側に足を入れる。そう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 。ちょっとね、それを意識するだけで結構チェックされないで抜けやすくなるので、ぜひねやってみましょう。はい。じゃあ次ね、ちょっとアウトサイドリリースやってみます。じゃあ今度アウトサイドリリースってタックルです。はい、タックル。はい。でちょっとやってみて。ここついて。はい。エンド。はい。タックル、はい、左タックルね。でアウトサイドリリースどうやっていってる？はい、こう、左行こう。あ、そういう感じね。これのレプスな深さ、もう一回ゆっくり行ってみよう。はい、こう、行きまーす。左行こう。の深さ、まあ、これでもね、悪くはないんで、行ければ。で、これで外に来て、こう出れない時ってある？あります。どうなんだろう？ちょっとアウトチャージしてみて、アウトチャージ来ると、左タックルやってるんですけど、ここから行きます。レディーゴー。こうなるよね。まあ、でもこれってアウトサイドリリースした時ついてきたからオプションのケース多いでしょ。はい、アウトサイドリリースするプレーって大体オプションが多いんで、別にそうしたら急でキープすればいいだけなんだけど、でこれでもいいんですけど、もう一つやり方があるんでね、ちょっと行っていきます。はい、で例えばセットしてます。でこれセットした時に一歩前に出して下がるみたいな。ちょっとやってみて。膝痛いからして一歩前にバーンと思いっきり右足でゆっくりっていうか左に行こうで、そう、それで後ろで蹴る感じ。そう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 、それを反動を使ってやるやり方があるんで、ちょっと一回やってみてください。はい、行きまーす。行きまーす。左に行こう。そう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 。でこれじゃちょっとね外回りすぎちゃうんだな。ちょっと大高い君も左で、あ、右で、じゃあ右タックルで。左足でもう一回前にバンって蹴って、はい、こう行きまーす。レディーゴー。難しい。これね、オプションチームはこれ使った方がいいんだよね。それね、なんでかっていうと、オプションチームってあの前傾シフトでしょ。はい、わかる。はい、ゾーンやってるチームは別に普通に行けばいいんだけど、オプションチームって前に行くっていうのが前提で、オプションのオフェンスラインってちょっと前めのセットじゃん。はい、前めのセットから後ろに行くって難しいでしょ。難しい。だから今のやるんでね、もう一回ちょっと、だから普段よりもちょっと前めなセットしてみて。前めなセット、オプションチーム多分前めになるから、はい、こう行きまーす。レディーゴー。そう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 、イメージそうなんでね。でちょっとじゃあ今ので今度同じシフトから前に踏まないでやってみて。今のセットから前に踏まないで後ろに下がる。行こう。レディーゴー。どっちがやりやすい実際。前に踏んだ方が、うん、反動でバランスだね、はい、なのでちょっとねオプションチームに限るんですけど、オプションチームに限ることにしよう。これはセットが結構前面になるから、ステップ一回前に出してこっちに下がる。でこっちの方が前に下がった後にちょっとこういう感じでもクロスしてもいいんで、ショルダーパラレルで持っていった方がいいんでね。ちょっと大高い気にして、はい、ちょっと前にステップやってショルダーパラレルでいく感じで、うん、結構いきまーす。うん、前傾してきた。超前傾、オプションで前突っ込むぐらい。レディーゴッ。横になってるけど、まあまあまあいいよ。これは練習なんで、あのね、覚えておいてほしいんですよね。今までは取れてないとかね、はい、そしたら今日ねインサイドリリース、これはまあ簡単やな。まず何がやばいしたら、ショルダーを傾けていきやすい。ちょっとやってみて、もうなんかここのままの体勢でみんなでこうなんかこんな感じでずっと運動してるのに、はい、うん、そうそう、これね、あ、下半身動いちゃってる。もう一回やってみて。下半身ビタッと、そう、顔前、そう、ここカメラ見えない。そうそう、いいよ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 。
できれば手をこう手伸ばして、はい、はい、そう、はい、もうこれ顔前、そうそうそう、はい、そう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 、はい、いいじゃんいいじゃん。これさ、なんかさ、寝起きか寝る前にやればいいんだよね。そうっすね。絶対やんないよね。絶対やんないよね。やります。やるやる。じゃあ何でもやってください。今の動作がひどいからなんかクレームが飛んできて。でもう一個やったのがオプションの場合の時のみのアークブロックのステップね、はい、これね初めて知った。初めて知った。やっぱ知らないんだ。知らないです。あ、これはね知ってる人ぞ知ってるあのステップなんですよ。だからオプションチームで前のめりのセットしてる時はそのまま後ろ下がれないから前にポンって一回蹴ってから行くという、これ大事なんだ。覚えてくれた。はい、はい。なんかみんななんかテンション低いよ。どうしたの。なんか嫌なことあった。いや特に特に特に何もないです。特にないこんなテンション。はい、常に。趣味何。趣味ですか。うん、趣味趣味。家帰ってゲームは。家帰ってゲーム。はい、前聞いた時仮面ライダー好きなんだよね。俺の仮面ライダー好きです。仮面ライダー世代だからさ、はい、編集とかできんの。まあ一応できる。ちょっと厳しかった。どういう感じで編集してる。おお、かっけえかっけえ。おお、かっこいいね。かっこいいです。やっぱでも仮面ライダー、いや仮面ライダー編集でね。はい、え、ベルト持ってないの。ベルトは持ってない。俺子供の時持ってた。これ何回もしてさ、何回もしたら元って戻っちゃうんでしょ、はい、どうなの。なんかさ、よく子供ってさ何回も変身とか言ってんじゃん、はい、あれ変身何回もしたら元戻っちゃうじゃんとか思う。そんなことないんだな。やっぱ何回変身してもいいの。はい、仮面ライダー不思議だよね。俺仮面ライダー好き。ウルトラマン好き。はい、好きです。あ、嘘。あ、なんか世代違うの。いや、仮面ライダー好きですよ。ウルトラマンの何が好き。なんか、こんなやつ。ウルトラマン7ね。こんなやつが言ってもこれウルトラマン7以外ないよね。はい、ウルトラ7。ウルトラ7だよね。これなんていうの。ウルトラマンです。ウルトラマンね。これとこれ。あ、なんかハンドシグナルで使いたい。あと仮面ライダーだったらどうやって変身。はい、変身の時、はい、こんな感じ。あ、こんな感じで、いいね。なんかね、これね、仮面ライダーとかさ、なんかあのね、ウルトラマンとかでハンドシグナルやったら結構楽しくできそうじゃない。はい、覚えられそうだよ、ね、はい、このくだらない会話、つまんなかったです。すいません。はい、じゃあこんな感じで、ちょっと今日はね、もう本当特別な、特別簡単なんだけど、ちょっと知らない1個ひねればできるかなっていうあのステップでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。